素敵な空間ですね今日は表参道にありますラルフローレンホームのショールームに伺いました素敵なベディングこれからご紹介したいと思いますはい、この素敵なベッド、えー、ラルフローレンホームではベディングと言ってるんですけれどもこのピローのレイヤーご覧くださいこのベッディングの意味をちょっとお勉強してみたいと思います やはりファッションでスタートしているブランドですのでファッションになぞらえていただくとすごく分かりやすいと思うんですけれども例えばこの一番奥の,このピローがネクタイの役割そして2列目のこのボタニカル、えー、プリントがこちらとこちらですねこれがパンツとスカートだったりそしてこれがジャケットのコンフォーターは役割をしています。それから、えー、この3列目が、えー ファッションでいうとシャツの役割ですねまさにこのシーツもシャツの役割なんですけれども直接肌に触れる部分ということになりますそして手前にあるこのアクセントになっているクッションこれはポケットチーフだとか靴だとかアクセサリーだとかという役割になるそうですそれからこのコンフォーターの上にかかっている、えー、スローこちらは本当にショールのような あるいは、えー、マフラーのような役割というふうに考えればいいんじゃないかと思うんですけれどもそうやって見てみるとベリングというのが一つのがつ、まあ、トータルファまッドっていうのは日本ではやはり寝る場所っていうふうにただそれだけっていうふうに考えがちでごくごくシンプルにって思ってしまいがちなんですけれどもやはりベッドもライフスタイルを表現するものである。 っていう風に考えるとこのベディングの意味よくわかりますよねこのフレグランスキャンドルとってもいい香りがします少し甘やかでこうゆったりと心がほぐれていくような感じですベッドサイドにこういうものがあるといいですねラルフローレンホームにはベディングだけではなくて素敵な小物がたくさんあります早速拝見していきたいと思います まず私がこれ素敵と思ったのがこのネスティッドトレイなんですけれどもこの縁のところがこうレザーになっていてとってもいいアクセントになってますよね。これアクセサリーを入れてもいいですしおもてなしの時にちょっとこう小さな、えー、フィンガーフードなどを入れても素敵だなと思います。それからグラスも綺麗ですね あとこの何といってもチェスボードなかなかそのインテリアに置きたくなるようなチェスのボードってないんですけれどもこれだったたらチェスをしなないいい私でも置きたいなと思いますあの棚をどういうふうにディスプレイしていくかっていうのはとても大きなインテリアの上では問題なんですけれどもこういうものが一つあるとグ,ッドグレードが上が上るんじゃないでしょうかそれからナッツボールもいいですね先ほどのトレーとセットで使えますしおもてなしの時に まず最初にお出しすると、えー、とても皆さん喜んでいただけるんじゃないかなと思いますねあとシャンパンクーラーもお揃いであります皆さん素敵なラルフローレンホームの小物ぜひチェックしてみてくださいこちらはパークローという今年のシリーズです先ほどのウィットローとまた全然違ったイメージですよね ニューヨークのペントハウスをイメージしてデザインされているそうですすごくこうスタイリッシュでちょっと男性的なところが素敵だなと思うんですけれども、えー、女性の方でもこうかっこいい路線が好きな方にはね好まれるベディングじゃないでしょうかこちらのパークロウというシリーズも2023年の新作です、えー、先ほども話したようにまさにこれ自体が トトーーータルコーディネートにななってるわけなんです皆さんちょっと想像してみてください白いスーツジャケットとパンツそこに黒いネクタイをしてそしてシャツはこのストライプとってもシャープで素敵だと思いませんか、ね、そこにポケットチーフやそれからアクセサリーや靴が加わってトータルファッションになるわけですね。 えー、このアクセサリーやポケットチーフはもちろん差し替えることもできますちょっとやってみましょうかいかがですかこういうふうにこうクッションを変えるとグッドゴージャスにパーティーに行きたくなるようなそんな仕様になります、えー、こんなふうに自分らしさを組み合わせることで表現することができるまさに ライフスタイルを表現できるベッディングということですね。先ほどに引き続いて素敵な小物をご紹介したいと思います。えー、チェスボードもね素敵だったんですけどもこちらのバックギ本当に綺麗ですよね、えー、ここ色がこのスチールとそれからマホガニー仕上げそれから黒いところはカーボンファイバーでできてるそうです。見てくださいほら こういうふうに一つ一つのピースも本当に綺麗ですでしかもこれってこう閉めるとですねこんなふうにこうブリーフケースのようになってしまうんですねでこの表面もすべてカーボンファイバーでできていますインテリアにぜひ置きたいですねそしてこちらが、えー、デスクトップのアクセサリーです えー、ブレナムというシリーズなんですけれどもこのレザーの質感がたまらなく綺麗ですよねあのデスクの上に何を置くかっていうことでその書斎のクオリティが決まってくるところねあると思うんですけれどもこんななシリーズが置けたら素敵だなと思いますそしてこれこのブラウンも素敵なんですがこのブラックもねあってブラックにするとより一層こう男性的な感じになりますよね。車好きの方だったら 絶対置きたいと思うんじゃないでしょうかこちらのカーレプリカラルフローレン氏が所有する車のレプリカだそうです素敵ですねイギリスのアマルガム社の製品だそうですよ皆様こんにちはモダンリビングブランドディレクターの下田由加です 今日はラルフローレンかけるモダンリビングで心地よい眠りのためのセオリーと空間と題してお送りいたします皆さん眠りに関して何か問題を抱えていらっしゃいませんかお客様にもそういった方多いんじゃないでしょうかぜひ今日のお話の中からそのヒントを、えー、持って帰っていただけたらと思いますそれでは 今日の素敵なゲストをご紹介させていただきます。眠りとお風呂の専門家小林真理子さんです。小林さんどうぞ。はい。一言お願いいたします。はい、えー。スリップライブ株式会社、えー、の代表しております眠りとお風呂の専門家として活動しております小林真理子と申します。えっ、ー、と睡眠改善個人の生活習慣改善をですね。 12年以上ずっっとやててきておりますで睡眠改善のための、えー、生活習慣とかねあのその人に長く深く携わるそういうあの指導をずっとやってきておりまして今日はあのラルフ・ローレンプレゼントということでラルフ・ローレンについても今日は皆さんにあのしっかり、えー、覚えて帰っていただきたいなと思いますのでまずはラルフ・ローレンの素敵なムービーをご覧いただきたいと思いますどうぞ。 はい、ムービーご覧いただきましたけれどもいかかがでしたでししたょうかあのもちろん、ね、ラルフ・ローレンご存じないという方いらっしゃらないと思うんですけれどもあの改めて簡単に、えー、ヒストリーを、ね、ご紹介したいと思うんですねあの。ファッションをライフスタイルとして捉えていたラルフ・ローレンは、えー、1967年あのラルフ・ローレンポロレベルでネクタイのラインを発表したのが最初のスタートになります。そして年に ラルフローレンホームを発表したんですけれどもこれファッションデザイナーが手がける最初のフルラインのホームコレクションだったんですね皆さんもご存知のようにここ10年ほどの間にさまざまなファッションブランドがホームコレクションを発表してきてますよねですけれどもラルフローレンホームはなんと今年で40周年を迎えるということでまさにこのホームコレクションの先駆けであったわけなんです。で、あのー、今見ていただいたただように、あのー さまざまな、ね、あのパターンがあるんですけれどもシリーズがあるんですけれどもね共通しているのは、まあ、洗練されたモダンなペントハウスであるとかイギリスの伝統的な邸宅であるとかそれからモダンなビーチハウスの,あの心地よさであるとかということでこれらはすべてあのラルフ氏自身の邸宅が基本になっているということでその辺りはコーディネーターである皆さんにとってもすごく興味深いところなんじゃないかなと思います。はいで、あのー この後、まあと後半でまた、えー、そのスタイルいろいろ見ていただきたいと思うんですけれども実は今日小林さんが着てらっしゃるのもラルフローレンのお洋服ということで小林さん、普段から愛用してくださっているそうです。もけれども、まあ アメリカとかハワイとか最近は行けてないんですけどね行った時必ずラ,、うん、ラルフローレンにもう行きましてお洋服いつもヒッティングしてね <laughs> 購入するぐらい本当にあの愛用させていただいてるところですでこれもねすごい素敵ですよね,ね本当に着心地もよくって、うん、もうぴったりでいらっしゃいますね <laughs> どういうところがお好きですか、はい、あのねやっぱりシンプルながらも上質さ、うん 上品さ、うんまあ、そういったところがあのすごく私は大好きなんですね。で、昨日あ昨日ではないもう、もうちょっと前ですね、あのフィッティングでいろいろお洋服着させていただいたんですけれども、もう本当、心が踊ると言いますか、<laughs> でも、まあ、今日は寝具、まあ、ということではあるので、うん、ま寝、あ、具で心が踊ってしまったら <laughs>、眠りの質は悪くなっちゃうのでね、<laughs> あのよくはないんですけど、でもやっぱりそういった心理面 とかあの人がどういうふうな感情で、えー、それを身につけるかとかそういったところまでしっかりと考えられたあのデザインを展開されてるなといいう,うに感じてます、はい、あ,のあとやはりファッションブランドだけあって素素材の質が素晴らしいですよね皆さん後であとでぜひベディングの方もねこう軽く触れていただきたいんですけれどもそのコットンの質の素晴らしさとか綿屋さの手触りの良さとかそういうのがやっぱりファッションブランドならではだなと 思う素材の上質な、ね、素材感が寝具にもやはり反映されてますよね。そのの辺ももままたたど眠りの方でも伺いいいと思います、はいえー、それではあの、まあ、先ほど下であの皆さんベディングについて、ね、簡単に見ていただいたんですけどもちょっとベディングっていうものについてあのおさらいを軽くさせていただきたいと思います。 えっとまず、まあ、先ほどお話したようにラルフ・ローレンはファッションブランドからスタートしておりますのであのベッドに関しても、えー、ファッションとは切り離せないものなんですね。でベッディングっていうのは簡単にこう図式化するとこういうことになります。先ほどもお話にににあありましたたよううここで言とと2番と7番7が、まあ、ジャケットトややパンツやスカートにあたる ベーシックななお洋服に当たるわけなんですねそして3番5番あたりがシャツに当たるっていうことで、えー、まさにそのシャツの上に、えー、ジャケットを着てそして1番のようなネクタイを重ねてでさらに8番のスローブランケットのようなは例えばショールとかストールを巻くっていうようなそしてさらにあのこのこ,こで言うと、えー、4番のクッションですね。あの スローピローと書いてありますけれどもこれが靴だったりアクセサリーだったりポケットチーフだったりっていうような役割をしているっていう自分のファッションのスタイルをまさにこうベッドルームでもそのままライフスタイルをトータルで表現しているっていうのがラルフ・ローレンンのベディングとということになります、はい、先ほどもね見ていただいたこれあの、えー、ニューヨークスタイル。 なのペントハウスを、まあ、モチーフにしたと言われているものですけれどもこういう、まあ、シャープな印象のものでしたりそれから先ほどのウィットローですね、はいえー、ヨーロッパの陶磁器からインスピレーションを得たようなこのボタニカル模様でも私はねこれここにこのスローを。 こう機関学的な模様の、ね、スローを合わせちゃうところがすごく素敵だなと思っていて無地と花柄までは皆さん想像できると思うんですけどそこにあえてこういうものを入れていくっていうそれがちっともおかしくないっていうところがねやっぱりものすごくラグジュアリーでレベルが高い組み合わせだなと思いますね。はい、これれ、ね、先ほどどのあの皆さん見ていただいたただ下のショールールムですけれども はいえー、こういうふうにラグマでね統一感のあるまあ空間になっているっていうのがこうやって写真で見ていただくとより分かりやすいんじゃないかと思います。はい、ということで、えー、ここからはいよいよ小林さんにいろいろ伺っていきたいなとまず眠りに悩んでいる方先ほどのお話にもねとても多いんですってお話でしたけれども。 どれぐらい日本ではいらっしゃるものなんでしょうか。はい。えっ、ー、と、まず日本の前に、その世界で見た日本の位置づけっていうところをね、ご紹介をさせていただきたいと思います。はいはい 皆さん日本は世界で一番よく眠れない国これ聞いたことある方も、ね、多いのではないかなと思いますでこれはあのえー、っとねあすいません2019年となってますけれども2021年のデータでも日本がダントツ睡眠時間が短いで睡眠時間が短いだけではなくって睡眠の質も悪いでかつ睡眠満足度も低いというそういう国民ですで えー、今少し皆さんもね手を挙げていただきたいんですけれども、何らかの睡眠課題終わりの方手を挙げていただけますか？よく眠れないとか寝ても疲れが取れないとかどちがですか？かね、はいあなんか全然あ,か <laughs> ありがとうございます。はいまあ、今でな八割ぐらいの方が、ねね、課題ですかね。うん、でえっ、ー、と実際ねあの一、ー、週間のうちにえっ、ー、と三回以上 はい、あの睡眠時間が足りなかったというあの質問をしたところ今、まあ、20代の方が一番多いんですが3割の方が、まあ、眠れなかったとお答えされてますね、まあ、全体で見ると20%ぐらいということにはなるんですけれどもで次のスライドですね、はいはい、で実際に、あのまあ、富士医療機器の10年間毎,回、ね、毎年睡眠どうですかという研究がありまして調査がありまして。 なんと94%の方が何らかの睡眠の不満を考えて感じていらっしゃるということなんですね。でこれはつまり皆様が見られるお客様もほとんどの方が睡眠に何らかの課題を抱えていらっしゃると見ていいと思います。で,でも実際皆ささんお仕事されていてい 一番、その力をお家の中でね、一番力を入れたいところって、寝室って答えられるケースってあんまりないと思うんですね。ほとんどリビングとか、人が来るところ、お客様が来るところだと思うんですね。はい。でも、ちょっとまたこの後もお話しさせていただきますが、今、このように眠りに課題を実際抱えている。抱えているし。 また眠りの質を変えることによったお客様の大きなメリットがある、ね、そこを2つ考えてみたときにぜひ皆様には一番おろそかにしがちなその睡眠の環境そこを、ね、ぜひ提案をしていただきたいなと思って今日、参りました。はいはい あのベッドルームは、ね、予算がなくてもう一番最後になってしまうということが皆さん、ね、お仕事をしてても多いんじゃないかと思うんですけれども多分今日その考えがチェンジすするんじゃなないいかなと思います、はい、では、えー、次の質問なんですけれどもじゃあ良い眠りってどういう眠りなのか。 ここでね、睡眠に不安が不満があるっていう方が94%っていうすごい高いパーセンテージなんですけれども、皆さん良い眠りってどういうものだと思いになりますか？もう起こされてもわからないぐらいの <laughs> 眠りとか、<laughs> <え><え>そうですよね。どうなんでしょう？あのよく。 はい、次の,あの熟睡感とか言いますよねよく眠ったというその感覚で実際朝起きた時の熟睡感はイコール深い眠りなのでしょうかというこれ問題提起です。はい、で多くくの方はは熟睡感、うん、私はよく眠っている と感じたら実際,実際の脳波レベルでもよく眠っていると思ってらっしゃる方多いんですが実は違うんですね。これイイココーールルじゃなないですすノットイコールになります、うん、でつまり先ほど90%の方94%の方が眠りに課題があるという結果が出ましたがもしかしたらこのお客様は「私は眠り課題がない」とおっしゃったとしても 深い眠りでない可能性もあるんですねでこれはあのうちの会社が睡眠研究もやってると初めにお伝えしましたが主観評価と客観評価っていうのがありましてで主観は自分の気持ちなんですよ朝起きた時の感覚めちゃくちゃよく眠れましたっておっしゃったとしても体のね 眠りのリズム見た時にめちゃくちゃ眠りが悪いということあるんですね、うんはい、ですからやっぱり客観評価イコール主観評価ではないというところだからあの先ほどに、えー、人数でいうと94%ということでかなり多いんですがもしかしたら100%近く眠りに課題抱えていらっしゃるかもしれないしで逆にもうちょっとあのその質っていうところで感じていうと低い可能性もありますだからあの数値が全てというわけではないけれどもただ 皆様が見られているお客様はもしかしたら何かしらね課題を抱えていらっしゃると思って見ていただいた方がいいかと思います。はいはい、で今ここに、はい、あの新しい図が出てるんですけれども、うん、この脳の反応速度っていうのがね、はい、出てますけれどもこれはどういう図なんでしょうか週間間ぐらい、ね、6時時睡眠を続けたた場合と一晩徹夜した時の 脳の反応速度が同じだったというこういうううこ研究報告なんですね、はい、だから6時間でまあいいだろうって思いの方もいらっしゃるんですけれどもそういうわけではないで加えて大きなねあのすごく大きな問題点がありましてこの6時間睡眠した方にヒアリングしたんですねあなたはよく眠っていると思いましたかその脳の反応速度問題ないと思いましたかと聞きましたそうすると何も問題がありません と答えたんですねこれどういうことかというと実際脳の状態でいくと脳の反応速度はすごく悪くなってたけれども実感としては主観評価としてはそう感じなかったんですね。 ね、これ見ると、うん、あのしかも7日目以降もどんどん下がっていっちゃうんですね6時間睡眠続けてるとっびくりしましまた, 2>, いたいそう2週間ぐらい続けると2日徹夜をした場合もうありえないくらいも酔っ払い状態かっていう <laughs> そのくらいの状態になる可能性があるということでしかもそれが自覚をしていないということなんですね、うん、でこういったことって脳の反応速度だけではなくて憂鬱な気持ちとかイライラとかあと、評価。 高評価とか悪い評価とかありますよね。うん、皆様が一生懸命いいコーディネートしたのに悪い評価をつけられてしまう可能性もある。うん、マイナスの方向に人って見やすくなってしまうので、少し寝不足状態だとねちょっとマイナス思考になりがちですよ、ね。ポジティブになりにくいってことですよね。そうなんです。はいうん、で早速じゃあ深い眠りってどういうことか、はい。ね、<laughs> といと深い眠りどういうことなのかちょっと。はい 皆さんも、ねはい、見られたことがあるこのスライドですね、深い眠り、ステージ、えー、ノンレム睡眠の1、2、3、4というふうに深くなっていきます、はい。で、深い眠り、良い眠りというのは、いち早く覚醒からスル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 すると深い眠り、ステージ3、ステージ4が一番深い眠りです。でここに いち早く到達する大体30分ぐらいをね目安にしていただけたらと思いますいこんなに早くすっと深くなっちゃうんですね。うん、それが一番良い眠りなんですね<ー>ですのであのまた後ほど具体的なあのインテリアでしたりとか睡眠環境についてお話をさせていただきますがこのいち早く深い眠りに到達をさせる空間づくりということが大切になっていきます。はい で8時間寝ていてもやっぱりどんどんこう浅くなっていくんですね、眠りに体きは。ははいこは最初の入眠の時がものすごく大事っていうことですね。そううなんですそうなんです、うん、でもう寝始めてから30分以内に、まあ、約30分以内に深い眠りでかつ就寝から3時間以内に大体80%から90%ほど深い眠りが出現しているという状態が大事になってくるんですね。うんうん なのでまあ皆さん、後でいろいろ工夫していただけるようなお話を、ねはい、させていただきますがそれを言う、やっていただくだけではなくてちゃんとした理論に基づいてこういうコーディネートをしているんだよこの良い眠りを得るためのコーディネートなんだよっていうことを一つ加えてあげるということで説得力がかなり増すすと思いま心地よい眠りがもたらす えー、良いことってどんなことがあるのか、はい、先ほど、はい、あの逆に眠れてないとポジティブになりにくいっていお話ありましたけれども本当の意味で良い眠りあのきちんと眠れていると深い眠りをで,、はい、できているとどんないいことがあるんでしょうか。はい、まず今日ね女性 があのだけでですのの番気になるとこ美容の面かなと思いますでこれはあの睡眠の質のお話なんですけれども老化サインでねしみしワたるみなんかも聞くだけでなんかドキドキしちゃう、ね、そんなキーワードですけどその老化サインが眠りの質がいい場合と眠りの質が悪い場合に分けたときに眠りの質が悪い方は老化サインが約2倍増えていた。 ということは2倍ってすごく怖,怖いですね。で、かつ保湿力なんとなく、眠りの質悪かったら化粧のりが悪いかなってね。思いの方も多いと思うんですが、うん、あの保湿力に関して言うと30%も低減ちっちゃくなってた。乾燥しやすくなってたという研究報告です。あとまあ、ダイエットとかね、うん。これもびっくりしました。うん、眠りとダイエット関係ある。めちゃくちゃ関係ありますね。うん、あのー、やっぱりその。 ダイエットというとまあ、スマートなお体を作るということで脂肪を燃焼させたいだけど筋肉量は増やしたいねっていう思いがあると思うんですよまあ、約半分ほど実はあのよく眠っていた方が脂肪燃焼度が高いということですで今ここグラフにはないんですが筋肉量 の減量で言うと食事制限すると両方とも減っていくんですけれども脂肪の燃焼は先ほど不眠の場合の方がね燃焼高かったんですが筋肉量の減少についても不眠の方の方が筋肉量が早く減少しやすかったということが分かってますつまり筋肉量保持したまま痩せたい方 <laughs>、はいはい、そういった方にはちゃんとよく眠っていただくということが大切になっていきますね、はい あとは心の安定の意味でも大切なんですね。はい、そうですね。あと集中力、生産性向上。ね、はい。 まああのお仕事されてらっしゃるあのしっかりね例えばあのー、在宅ワークのね、はい、空間作りとかされらされるあのお客様もいらっしゃると思うんですけれどもちゃんと集中するためにどういう空間をする必要があるかとか、うん、あと病気とかねはい、はい、あの二世帯とかでねあのご高齢の方も一緒にお住まいになられるご家庭もあると思いますあの認知症のリスクとかもすごくやっぱり高くなります眠りの質あのー、聞,い聞いたことがありますいろ,いろと、はい、やっぱり眠れ ないとそのリスクが高くなるっていう、うん。そうなんです。大体30代中旬ぐらいから認知症のリスクが高くなるということが分かってます。あのアミ,アミロイドベータといって,言って、はい、あのアルツハイマーの原因物質として考えられているものは寝不足状態だと脳に 脳のゴミですね。それが蓄積されていく。うん、それが三十代中旬から、はい。で、そういったことをちょっとずつ良い眠りを得ることで排出をしていって、病気を削減していくと。まあ、そういったところもつながるかなと思いますね、はいえー。心地よい眠りがもたらす良いことこんなにあるんですね。ということがわかりました。では、あの良い眠りのために、あの良い眠りってじゃあどういう眠りなのかっていうことを改めて。 言葉にまとめていただいたんですけれども、はい。はいはい、えっと具体的には後でね。またご紹介させていただきますが、ポイントとなるものを3つです。自律神経聞いたことありますか？はい、交感神経というね。今、私とね。下田さん、交感神経が刺激されてます。はい、<laughs> はい。では、まあ、今皆さんリラックスして手足。手 手が温かい方はリラックスされていて副交感神経が優位になっているという状態ですねで,ですから例えば空間でいうといかに交感神経を低下させて副交感神経を優位にする空間づくりができているかどうかというところがまず1つ目で2つ目が深部体温 なかなかリラックス空間に深部体温のお話ってあんまりなされないんですけれども深部体温というのはどういういものですか、はい、体の内側でいうとあの内臓でしたりとか頭でいうと脳でしたりとか中心部分ですねその文字の通りり深、うん、部体温をあのしっかりと高いところと低いところの高低差をしっかりと大きくするというところがポイント。プラス 就寝前から深部体温をしっかりと低下していくということが大事になっていきますでそのために大切になるのが末端の暖かさなんですね、はいでまあ、色温度とかいろいろ温かみを持つ、ね、色とかもいろいろありますけれどもあの実際の末端手足とかを温かくすることによって体の内側の熱が外に放熱しやすくなるので体温が低下しやすくなっていくんですね。うん ですから体、体温が低下した時の方が眠りに入りやすくなるわけです。そうなんです。なかなか、例えば真夏とか、よく眠れないとか、寝つきが悪い時は。 体温が高いところで高止まりしているから、なかなか眠れなく熱がこもっちゃうようよなそうな感じてでる熱こもり状態ですね、うん、で実際、あの例えばあのご高齢者でしたりとか、あの昼夜逆転されていらっしゃる方、あの眠りの質が悪い方はあの体温が高い状態のまま、なかなか下がっていかない、うん、で体温が高いところと低いところの高低差があんまりないということも分かってますで今日はは中心はあの中心の,、まあ、あのベッドルームとかそういったところの、はい お話を、ね、中心にさせていただくんですけれども逆に言うとやはりリビングとか、ね、活動モードの玄関とかそういったところはあえて交感神経を刺激されるようなそういう空間づくりっていうのが実はこの高低差太陽の高低差を作ることにつながり まあ上質なあの、えー、生活っていうところにつながるかなと思います。ということは、はい、アクティブなリビングとリラックスできる寝室みたいな感じ,じなですか、はい、そうなんですでも多くはねリラックスしたいリビングと、ね、<laughs> うですね <laughs>、はい、だからまあそこはあのベースとなるのはまあいろいろ 皆さんお好きなものがあると思うんですが例えば照明でしたりとか、ね、そういったところでアレンジしていくそういう工夫が必要かなとは思います、はいはい、後ほど、ねあのはい、心地よい眠りのための空間具体的な例をどんどん挙げていただくんですけれどもコーディネーターの皆さんは、ね、お客様の,その寝室作り をかかに、まあ携わるわけなんですけれども、その時にお客様にこう様々なアドバイスをするシーンっていうのもあると思うんですよね。どんなアドバイスをお客様にしたら、その今お話してくださったような、こう、寝室の優先順位がもっと上がっていくでしょうか。かそうですね。あの、私が今、あの心理学の国家資格であります公認心理士でもありまして、ちょっと心理的なお話をさせていただきますと、はい、共感力。 いかに共感をしていることを相手に伝えるかどうかうそこが結構大事になっていきます。で、共感って例えばじゃあ、えーと、じゃあ下田さんがね、はい、じゃあコンビニである何かお菓子を食べましたと、はい、美味しかったーって言うとしますよね。はい、で、例ええ、ば私私たち女性だと、えー、分かる、私も好きって言って 使いがちです。これ同感なんですね。うん、主語が私になってます。あなるほどはい、共感っていうのは主語を下田さんにするお客様にする。うん、下田さんはコンビニのそれが美味しかったんですね。なるほど、が共感な,、ね、なるほど。主語がこっちなんですね。でも簡単に主語をそちらにするだけで全部共感になります。共感をする。それを相手に。うん、私あなたのことよくわかってるってことを伝えてあげる。 ってこと伝わってるということが大切ということでがお客様がちょっと最近あんまりよく寝つきが良くないのよねって言った時にあのあ私もなんですじゃなくてあお客様寝つきが良くないんですね<う>っていうふうによよく副賞がいいとか言いますけど <laughs> 副賞ってでも主語がどっちかちょっとよく分からなかったりすると思うんです,、うん、んですね、えー、じゃあ次にですね。はい お客様ももちろんそういう問題を抱えてらっしゃると思うんですけども皆さんすごくお忙しいですおそらく先ほども手を挙げていただきましたけどほとんどの方が、えー、さっきの94%の中に入ってしまう方なんじゃないかと思うんですがご自身のためにすぐできる良い眠りを得るための今日からすぐできることっていうのは何かありますか、はい もう何も持たずにすぐできることでかつ交感神経を低下させることができる科学的理論のあるものといえばもう深呼吸しかないんですね深呼吸 <laughs> もう呼吸吸の研究報告ってもう本当にもう限りなくあるぐらい本当にたくさんあるであるっていうことはそれだけエビデンスも蓄積しているということなんですね。で数ある呼吸法の中からちょっと面白い 呼吸法を今日ご紹介させていいただきますは呼吸再調整法 <laughs> って、ね、名前聞くとちょっと難しいんですけれども呼吸再調整再調整だから再度調節をする方法、うん、で呼吸再調整法っていうと PTSD とか例えば地震の後とか少し過呼吸気味の方とかにもよく呼吸法として指導するものではあるんですが、はいはい、それを今日アレンジを 小林流にアレンジさせていただいて <laughs> 皆さん一緒にやっていきたいと思います。やり方すごく簡単でしてあぜひ皆さんあの膝今閉じてくださっているんですけど今から呼吸法しますのでちょっとパカッと開いていただいて、はい、で背中も背もたれにだらーんとしていただいて、はい、でこれで手のひら上にしていただいてでやり方すごく簡単ですあの吸って吐くんですが吐くときにリラックス。 と言いなながら吐く呼吸法になりますで普通の呼吸法ですとリラックスなんですがここでは皆さんおそらくストレスも溜まっていらっしゃると思いますので思い切って大きい声でちょっと見本見せます。リラース と言いながら吐いていきましょう。はいで、これはちゃんとやっぱりあの理論もあるんですね。であるんですが、やっぱり言葉としてリラックスって言うとどうでしょう。皆さんリラックスと連動しますよね。言葉ってね。ムカつくって言ったらちょっとね。イライラしちゃったりとかしがちでもそういったところもやっぱり関連されてると思います。じゃあ一緒に行きましょう。まずええー、と秒はそうですね。じゃあ3秒ほどで皆さん吸っていただいてで、私大きい子でリラックスって言いますので皆さん揃えてで最後。 でもうできる限り長く吸その後息を止めて四秒ほど息を止めていただいてからゆっくりと、はいあの起きていきましょう。皆さん目を閉じていただきます。はい。一度口今ある空気をは吐いていきましょう。では三秒で鼻から吸って、一、二、三、せーの、リラックス。一、二。 三、四、もう一回いきましょう。鼻から吸って、リラックス。一、二、三、四、OK です。ゆっくりと次の吸息でまぶたを開けていきます。はい。それでは次にパートツーとして。 心地よい眠りのための空間の作り方を具体的にちょっと教えていただければと思うんですけれども、えー、7つぐらいポイントがあるということで、ちょっと一つずつはい、はい、教えていただきましょうか。はい、えっ、ー、とまず一つ目はね色温度についてです。で色温度ってまあ、聞いたことはありますかねあの照度とかはありますよね、はい、明るさとかで色温度っていうのは例えば青い光 青色色のののものっていいうのは色温温度度が高い温度ですで例えばあちょうどピンク色っぽいお洋服をお召しですけどピンク色とか赤っぽい光は色温度が低いと言いますで、これある研究があって、まあ、皆さんも寝る前は暗い方がいい赤っぽい光の方がいいってね頭には終わりだと思うんですが同じ照度同じ明るさであったとしてそれがセンルクスっていう結構明るい光です。 あのー、自宅の照度でいうと大体いい300ルックスから500ルックスぐらいなんですけれども、はい、1000ルックスってなかなか自宅ではあ,のありえない明るい光なんですけれども1000ルックスで赤っぽい光か青っぽい光どっちが夜の眠りに必要なメラトニンというホルモンこれ暗くなっていくとメラトニンというホルモンが分泌増えていくんですけれども同じ照度ですよ赤っぽい光と青っぽい白っぽい光。 赤っぽい光、明るい照度だと、絶対メラトニンって分泌しなさそうなのに、センルクスもあるのに、赤っぽい光なだけで、メラトニンの分泌妨げなかったっていう報告なんですね。うん、これ、すごいですよね。うん、で、青っぽい光は、皆さんのご想像通り、メラトニンという分泌を妨げてしまったということが分かっております。つまり日中の光に近いってことですかね。ねそうなんです。うん、で、ただ、その明るさの、その照度がちっちゃくなったから。 いいわけではなくてちゃんと色温度まで、えー、コントロールしてあげるってことが大切になっていきます。うん、で照度、まあ、先ほどあの明るい光でもっとお伝えはしましたけれどもあのやっぱり暗くしていくに越したことがないです、うん、でもこれ例えば日本のご家庭で多いんですけれどもさあ今から寝ようって言って電気をピッと消すご家庭がほとんどです。うん、<laughs> でもこれピタッとと度を消した場合と 緩やかに明るさが小さくなっていく、はい、どっちがいいか、まあ、なんとなくお分かりですよねそうやっぱりね緩やかに暗くなっていくことで、うん、メラトニンのホルモンがやっぱりしっかりと分泌するということが分かってるんですね、うん、であの今あのただのリラックスではなくてこれメラトニンっていうのはやっぱり睡眠のホルモンであって、えっと、就寝環境はただのリラックスではなくてちゃんと睡眠の お話リラックスに導くんですよではなくって睡眠につながるんですよっていうことをあの、まあ、少しそこだけあの区分けしていただくというか皆様の中でも 違うものとして捉えていただけたらなと思います、うん、リラックスイコール良い睡眠につながるとは限らないことです、ね、そういうことなんですね、うん、実際あの研究していてもリラックスというデータは取られていたとしても睡眠に影響しない良い眠りにつながらないというものも実は多数あります、うん、で例えば皆さんの空間作りで言うと就寝中まあだからベッド周りの 光とかねそういったところも演出されるケースがあると思うんですけれども、はい、ちなみに私の家庭ですとあの寝室の照明は1回もつけないですね、うん、1> 1回もつけないで,すでも多分ほとんどの方が一度つけますでも今のメラトニンの話で言うと就寝前、まあ、お風呂入ってベッドに入った時にはやはりあのもう結構暗くしていく必要があるんですねはい、はい、だからもう天井の照明はもしかしたら必要がないかもしれない。うん それから壁の色も影響すするとということなんですね壁の研究、まあ、色の研究まあ、たくさんあります一1つご紹介させていただきますとある学校の教室の壁の色をオレンジ色から青系に変えるとで加えて絨毯の色をオレンジ色からグレーに変えたところ子どもの血圧が120から100。 に下がったということまあこれはあの17%も色によって血圧が下がるという報告がありま血圧まで影響しちゃうんですかはいあのリラックス交感神経低下させるってことは血圧を下げるということに繋がるんですねであのお客様でね40代50代以上の方ってやっぱり血圧高血圧症をねまあ下げるためのお薬飲まれていらっしゃるケースが多いと思うんですがやはりあのまあ、壁の 壁を青色にするっていうのは少し抵抗があったとしても例えば寝具の色とかはね、あのまあ、青っぽい光あの色ってね、寝具だと夏場は多いんですが冬場とかはなかなか取り入れないような方も多いんですが、うん、あのそういったところもヒアリングしていて、てどうしてもやっぱり血圧を下げたいんだよねっていうようなお話があったときにそういうご提案をするっていうのも一ついいかなと思ケア式家の方の自邸でベッドルームだけ真っ青にしていらっしゃった方がいらっしゃいました。<あー> <laughs> いいね、壁も天井も全部青でした。なるほどで、まあ いねさっき照明はつけなくていいってお伝えしましたよね、はい、で暗すぎるとやっぱりあの寝具の色が青色であろうが赤でが分からないっていうの確かにはあるの、ね、研究ってやっぱりあのどこかの側面しかやっぱり研究ができないのでうん、うん、あの一概には言い切れはしないんですけど、はいはい、何かの理論に基づいてこれを提案しましたという理論を一緒に提案することによって説得力がかなり増すと思います。うん はい今の血圧の話すごくあの説得力ありましたはいありがとうございます <laughs> あとは材質、うん、材質っていうのは例えば、はい、あのインテリアの材質ですかです、ね、あるいはこういったベッドリネンとかの材質も、はい、両方なんですけれどもあの筑波大学の研究で不眠症の方のえーえー、不眠症の疑いがあるかどうかっていうあの研究でえー、と木材とか木質のあのまあ 家具とかそういったものが多いご家庭の方がが不眠症のリスクが小さかったという研究報告があります<ー>睡眠時間やら睡眠の質やら不眠症やらいろいろ研究報告があるんですが、はい、昨日お話で言うとあの不眠症のリスクが下がるという,うそういう研究報告ですね、はい、あとはまあ柔らかい肌触りという、はい、あの材質材質と言いますかやっぱり見た目もそうなんですけどやっぱり触った時でこれは本当これもね 国内外研究が多くてやはり柔らかい素材と硬い素材ですと柔らかい素材の方があの自律神経の副交感神経が優位になるという報告はもう多数ありますですからやはりね理念とかね、はい、あの選ばれるケースがあるのであれば実際触っていただいてで手の感触とかでねご判断いただくっていうことはいいかなと思います。うんはい あと匂いっていうのもすごく大きなポイントかと思うんですけれども、はいはい、嗅覚そううですね、はい、もう嗅覚刺激っていうのは本当に重要です、まあ、香りも含めて空間演出される方も多いと思いますで、私もアロマの,あの睡眠研究もやっておりましたのでそのあたりもお話しさせていただきたいんですが例えば私が下田さんを叩きますね、はい、今ね、叩いたらた叩きます。はいはいはい 痛かったですかいやはい <laughs>、はい、でこの痛みっていうのは脳に伝わる速度これも早いです約0.9秒、うん、早いです香りの反応約0.2秒,<あ>秒そんなに瞬間なんですねもう瞬間なんですねあっ,っていう間に、うん、香りが脳に伝わるでしかもこれは視覚とか聴覚とかよりかはやっぱりもっと早く情動とか記憶 そういったところ気持ちの面にすごく影響します臭い尿は嫌な気分になったり、うん、いい香りはああ嬉しい気持ちいいなっていうような香りになったりだからそこはすごく大事にはなっていきます、うん、でこれはねやっぱり趣味思考があるんですよ、うん、で私もあの天然精油のいろいろな商品私も扱ってるので、えー、と私は例えば人工香料の香りは苦手なんですねでも、えー、とそういういアロマをばっかり されていらっしゃるお客様に人工香料の香りを例えば演出してしまうと少しそれが嫌悪感だったりする方もいらっしゃるうん、うん、で逆もしっかりで人工香料とか例えばお客様の香水の匂いとか分かりますよね。はい、で本当にあの、えー、とよくあるるいわゆる、まあ 人工香料の香水をつけてらっしゃる方は天然のアロマとかを提案してしまうともうこれもマイナスになってしまうんですねやっぱり趣味嗜好っていうのはそこで分かれてきます、うん、でまあ、香りで言うとやはりラベンダーベースがねあのいいっていうことはもうん、これは研究報告で明らかになっているので私も大好きです <laughs> 私も大好きですであの香りのその 先行はお任せしますっていうようなお話であれば、もう基本的にはラベンダーベースがいいですね。で、これがラベンダーのリナロールという成分が、もう交感神経をもう具体的に低下させるという研究報告は、もうほんと、これたくさんあります。心臓だけじゃなくて、腎臓、副腎、脾臓とか、もう血圧下げて、本当に体の、もう、 心から <laughs> リラックスさせる <laughs> で。それをしかも積極的吸引させるっていうことが大切になるので、空間演出だけではなくて、例えば、あの、ベッドの隣に、 あの、何か、ものを置いていただけるような、なんていうんでしたっけ?はい。はベッドのの。ディフューザーみたいなものとか、いはい、そこの、えっと、なでしょう?。タンスじゃないですか?。はい、ちちいあの、サイドテーブル。サイド、そう、そうです。<laughs> サイドテーブルね、で、サイドテーブルとか、あえて用意していただいて。そこにキャンドルなのか、ディフューザーなのか、置けるようなものっていうのは。ご提案していただくってことは、い、うん、いいかなと思いますね。あの、例えば、はい、ベッドピロー。 枕のね、はい、あの枕かピロケースと枕の間に例えばちょっとラベンダーの小袋入れたりとかいいですねそうういのもすごくいいと思います。うんはい、でラベンダーはちなみに寝つきにいいんですね就寝中にずっと嗅ぎ続けるっていうのはあんまり意味がないっていうことも分かってますで就寝中にずっと嗅ぎ続けることで効果が高いものっていうのはセドロールという成分の木ですね。火は あヒバねとかはい、はい、シダーウッドとか、うん、ヒノキは実は含まれてないんですねヒノキはヒノキでねリラックス効果は高いんですけれどもそういったあのヒバのチップとかを、はい、例えば。 枕元に置いていただくとかそういったものをインテリアとして枕元に、ね、用意しておくとか、うん、で実はこの理由はこういったことがあってっていうふうに添えてあげると感覚じゃないんですよそうですねそう理論があって置きましたよって言っていただくと、うん、この方すごいと、ね、私だったらそう思います。ああととはそうですねあの家具とか、はい 例えばその空気とかっていうものもやはり影響するということもあったんですけど家具はまあ基本的には簡単に言うと置きすぎない <laughs> やっぱり睡眠に集中するのであればちゃんとあのそれを集中できるようなあの、まあ、配置でしたりとか物の置き場所をあらかじめちゃんと用意を皆さんがしてあげるとか、ね、物が散らからない えー、コーディネートというか、やっぱり散らかってると落ち着かないですよね。落ち着かないですね。うん、でしかもその就寝前にそれを。 気づいてあ片付けなければいけなかったかなってその脳がそこで動きますよね、もうそれが脳が動いた時点でもしかしたら交感神経が刺激されている可能性があります。あと空気ですよね、で空気は実はこれを例えばサンスベリアここに置いといて、うん、これどういう理由があるかというとっていううにで二酸化炭素を減らすことが眠り熱をよくするという研究報告があります。でそのために夜 普通状の植物ではないけれども、夜酸素を吐き出すサンスベリアを置いてみました。え、変ですよ。もうあ <laughs> ーすごいです <laughs> ってなそうかじゃ寝室に置くグ、はい、リーンとしてサンスベリアをおすすめなんですね。そうなんです。リビングはもう別ですね。うんはい、逆に違う植物の方が良かったりするんですね。はい。はい なるほどサンスベリアにそんな、ね、効果があるっていうのはね今日初めて知りましたけれども <laughs>、はい、そして、まあ、今、いろんなお話があったんですけれどもなんか先ほどのね片付いてる方がいいっていう家具のお話もそうですけれどもベッドルームであまりいろんなことをなさらない方がいいっていうのも小林さんのご本にありましたよねねそうです、ねあのまあ、例えば、えー、ベッドに寝ながらテレビを見るとか。うん ゲームをする。これも研究報告。たくさんあるんですよ。ベッドルームにテレビがあるご家庭の子供の睡眠の量とか質とかを調べた研究もあるんですよ。はい、まあ、基本的には皆さんもご想像通り置かない方が良かったです。うん、ですが、大事なことっていうのは、ベッドでうっとりとうっとり。はい、もうリラックスじゃないんですよ。もううっとりと過ごす。 その時間はやはり大事にしていただきたいなとは思ってます。どうやったらうっとりできるんですか、はい。これね本当にあのうっとりっていうのはまあ簡単に私が勝手にうっとりタイムって呼んでるんですけれども交感神経を科学的なね、えー、根拠に基づいて交感神経を低下させるということをうっとりと私は呼んでおりましてはい、はい、例えばスマホを見るのは皆さんうっとりしますかうっとりしないですかどうでしょうしないですよね。はい、じゃあ例えばそうですよねじゃあキャンドルを の光がふわーっとしている空間にぼーっと座ってゆっくりと深呼吸されている状態はうっとりされ,ますされますよね、ありがとうございます本当にあのベッドの時間を大切にしていただくということが、ね、大切ですね、うん、こう温かいハーブティーを飲んだりとかっていうのも、はい、やっぱりこう落ち着かせていく効果あるんでしょうか。 心の状態って <laughs> でもそれってねあらかじめ用意をしようって思うとそれまでに例えば家事を早く終わらせようとか、うん、他の時間軸の調節ができると思うんですね。はい、私はこれとこれとこの3つを必ず寝る前にやるんだというふうにまず取り決めをする。うんうん あのお客様もそれ決めていただくってことは結構大事です。うんうん、で決めていただいてそれを置く用のサイドテーブルおしゃれなサイドテーブルを置いていただいてでそこにいろいろご自身の、ね、うっとりできるものを用意をしていただく、うん、でハーブティーを飲む、ね、ハーブティーも実は利尿作用があるものはトイレに行く回数が増えてしまいますので <laughs> ちょっと注意が必要ではあるんですがあの飲んでしまうと実はあんまりが意味ないんですね。ハーーブティーのポイントは香りなんですよ 香りを感じながら飲むということです、はい、ですから、ごくんではなくてゆっくりと <laughs> ゆっくり落ち着いてそうでちょっとしたあの光を、ね、演出をしていただきながらあのゆっくり呼吸をしていただきながら過ごしていただくというこのベッドの上でのうっとりタイムこれ、ね、ぜひ皆さんもやっていいたただきたいです、ねはい、うっとりタイム一つのキーワードですね。ということであのベディングのちょっと。 えー、いろんなバリエーションを、ね、皆さんに見ていいただこうかなと思います皆さんもいろんなベディングご覧になりたいんじゃないかなと思うので、えー、ちょっと小林さんと一緒にベディングを見ていいいきたいと思います、はいえー、これは「ベッドフォード」シリーズというものですけどもねラルフ・ローレンらしいこう白とブルーの、ね、ストライプのがシャツを思わせるあれなんですけどもこのやはりこう温かい感じがねいいですよね。 そしてね、先ほどもうちょっとありました、うっとりタイムもありましたけれども、こうキャンドルっていうのもね、こう大切に使ってみたいアイテムではありますよね。フレグランスのね、キャンドルだともっといいのかもしれませんね。とこういったこう質感、これもね真ん中にあのシルバーのやつがキャンドルなんですけれども、こういうものをちょっとあのお部屋に置いてみるっていうのもいいのかなと思います。こちらはオーガニックコットンオックスポードリバーシブルシリーズです。 清浄機がとっても印象的ですけれども、えー、やはり何といってもこのオーガニックコットンの手触りが素晴らしいなと思いますまるでラルフローレンのシャツのようですねそれから エリザベッタシリーズまず、ね、このベッドの形に皆さんグッとくるんじゃないかと思うんですけどあのこのベッディングはこちらにございますこちら見ていただくと分かると思うんですけども花柄とそれから無地とでさらにその上のスローはチェックが組み合わせてあるというところでこの辺がやっぱりラルフローレンらしい思い切ったでもこのラグジュアリーな組み合わせになってますよね色色ががとってても柔らかくってこう強いい全然ないんですよね。 ベージュとこうサーモンピンクの組み合わせがとっても素敵だなと思いました。ね、こういういいいベッドに寝てみたいな <laughs> みたいな寝たななね,ね <laughs> そして、また、ね、あのベッィングっていうのはただベッドだけが独立してあるわけではなくてやはりこういうベッドがある空間っていうのはどういうところかといいますとこの背景もぜひ皆さん見ていただきたいんですけれどもこの窓がねちょっっとやっぱり憧れですよね。この アの窓がねこういうリビングのインテリアだからこそこういうベッドルームっていうことでやはりインテリアとベッドルームが別物ではないっていうこともお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思いますこういう小物なんかもねそうですよねはいこちらはパークローシリーズですラルフ・ローレン氏のニューヨークのペントハウスからインスパイアされたベッディングシリーズだそうなんですけれども外の喧騒から自宅に戻って安らぎを 感じられるシンンプルでタイムレスななベディングだなと思いますこのモノトーンの白と黒の組み合わせでこんなにシャープでおしゃれにできるんですね。ということで、えー、ベディングもねいろいろ見ていただいたんですけれども今日は皆さんものすごいもう目もしきれないぐらいたくさん <laughs> お話を奥林さんのお話から得ていただいたんじゃないかと思うんですけれども最後に皆さんのご質問をねちょっといただきたいなと思うんですが そうですね方角にもよるんですよねであと季節にもよるんですよでこれもあの私も実際のカウンセリングとかでも間取り書いて方角書いてどっから光が入ってくるかっていうところから設計するんですねで例えばあの、えー、と真夏とかに東向きのご家庭であればもう絶対遮光カーテンが必要ですしあと交差の えっと、カーテンレールの交差されているものとか、はいはい、そういったものとかでしっかりアレンジしていただくということは大切になっていきますでじゃあ,あのよくカーテンを開けて寝た方がいいとかね皆さん聞いたことあると思うんですけどもうあれは私は全く勧めてなくってというのがやっぱり日本人であの年齢が上がっていくと早朝覚醒があの多くなりますで、まあ、睡眠時間もどんどん短くはなってくるんですけど。うんうんうん やっぱり朝早く起きすぎるっていうことがあのストレスを感じられる方も多いんですねで西向きの方ひえ北向きの方でもちょっとやっぱり光がそこから漏れるということで,で早く起きちゃってもうどうしてくれるのっていう風なクレームにならないように基本的にはあの、まあ、明るさがあるから覚醒するようにはなるんですがたとえ明るさがなかったとしても起きやすい、えー 起きやすくなるぐらい眠りの質を高くしてで気持ちのいい朝を目覚めていただくでそれでご自身で開いていただいて光を取り入れるっていう方があの季節問わず快適なのかなとは思いますね、はい、じゃあ遮光カーテンはあったほうがいいんですね。 眠りの質ですそうですすそう音の対策にもなるしあと冷気、うん、寒さとかやっぱりいくらのすごくいい性能の高い窓であったとしても冷気って窓からねやっぱり入りやすくなってくるので、うん、少し隙間空いてしまって冬場とかね光で起きたいって方も多いんですけど、ね、寒さ冷気も入ってくるのでとそういったことであればカーテン以外のところでの工夫というところがいいかと思います。うん 色の淡さっていうところの研究はありましてやっぱりあの、えー、と淡い色、うん、あの濃いものはやっぱり刺激色であるというふうにも考え られてます。まあ、とはいえ、やっぱり暗くするとそれがわからなかったりするっていうこともあるのでわかった。上で、その方の生活スタイルに合わせた提案ということであればいいのかなと思います。で、1個あの今日今先ほどお伝えしてないんですけど、ホテルのあの研究で部屋の色と睡眠時間の研究があるんですけど、えー、睡眠時間が長かった。色っていうのは1位が青色で2位が黄色で3位が緑。 おそ、ね、らく黄色といっても蛍光色の黄色ではなくて淡い黄色なんだろうなというふうに、まあ、これは予想ですけれども、うんはい、なのであの濃い黄色ではなくてやっぱり淡い色とかそういったものでアレンジしていただく方がいいかと思います、はい、小林さんどうも本当にありがとうございました。皆さささんん小林さんにどうぞ大きな拍手をお送りください